世田谷区内の公立小学校では新学期が始まり、子どもたちは夏休みの宿題など大きな荷物を抱えて登校しました。警視庁玉川警察署は地域の住民と協力し、通学路で子どもたちの見守り活動を行いました。元気はつらつじゃないですか。おはようございます。行きます。声かけてほしいぐらいですね。地元町会の横井さんはこの地域で15年間子どもたちの見守りを続けてきました。夏休みが明けて学校に行きたがらない子どももいるということですが、ハイタッチするなどして元気づけるようにしているということです。